してくれるよね。私を置いてどこかに行っちゃったりしないよね。ごめん、困らせちゃってるよね。わがままだよね、私。知らないでしょうけど、向こうの私はもう立派な大人なんだから。え？いや大人とは言ったけど、それはさすがに。この布団、お兄ちゃんの匂いがするかも。なんでもない。明日からお兄ちゃんと一緒に頑張れるんだよね。見てるだけじゃなくて、一緒に。いらっしゃい。なんだキリトか。どうした？なんか用事か？
じゃあ早いところ注文してくれ。何にする？こんにちは。リズさん来てますか？リズベットなら。もうシルカ？こっちこっち。どうかしたの？リズさん、聞いてくださいよ。例の噂の演劇ギルドの公演、見てきちゃいました。へえ、それでどうだったの？とっても素敵でしたよ。衣装やセットも本格的で、役者さんたちもとってもかっこよかったですし。演劇ね。まあ確かに娯楽には飢えてるし、面白そうではあるんだけど。私もああいうの一度やってみたいな。やってみたいって言ってもそう簡単じゃないでしょう。大道具とか小道具とか練習の場所だって必要だろうし。そんな本格的なのじゃなくていいんですよ。ちょっと真似してみたくなったなってくらいの話です。じゃあ学園祭でやるくらいな感じ？みんなが知ってるお話なら案外私たちでもできるかもね。桃太郎とか浦島太郎とか？あとは白雪姫とかシンデレラとか。西洋風の方が衣装は華やかになるかな。登場人物を考えると白雪姫？白雪姫ならキリトが王子様で私がお姫様かな。なんといっても大人の魅力があるし。パパが王子様ならお姫様は絶対にママです。ママはパパのお嫁さんなんですから。それなら私でもいいんじゃないかな。ほら、私ってキリト君の妹だし。人間関係で決めるんじゃなくて、舞台をやりたいなら王子役と息の合った演技ができる人が主演をやればいいでしょ。だよね。お嫁さんとか妹とか関係なくて、どれだけキリトと本当に仲がいいかで判断だよね。私はキリト君との兄弟関係を抜きにしても仲はいいし息もぴったりだよ。話は聞かせてもらったわ。さっきからいたぞ。
私はキリトと会ってそんなに時間は経ってないけど、そういうのって時間の長さだけじゃないよね。どれだけ濃い時間を過ごせたかっていう密度の問題だよね。そう考えると私が一番適任かもしれない。確かに単純に時間の長さでは測れませんけど、人と人との間柄っていうのは時間とともに育まれるものだと思います。じゃあゆいちゃんがお姫様っていうことでどうかな。ほほう、そうきましたか。それじゃアスナは悪いお妃様だね。リーズ、誰が悪いお妃様よ。ごめんごめん。まあまあいいじゃない、息抜きだと思って。ねえ、王子様としてはお姫様役には誰を指名するの？もしそのなんだったら、私もたまにはお姫様とかやってみたいな。なんて。リズさん、抜け駆けはダメですよ。そもそも舞台をやりたいって言い出したのは私なのに。なんだ、今日は随分盛況じゃねえか。さっきまではそうでもなかったんだがな。何でも舞台をやるんだという。へえ、舞台ね。浦島太郎でもやるのか。白雪姫ってことで話が進んでるみたいだぜ。白雪姫か。で、誰が白雪姫で誰が七人の小人なんだ。その白雪姫を誰にするかで話が混乱してるのよ。ちなみに王子様はキリと固定みたいね。なんだよ、揉めるぐらいなら俺が王子様をやってやってもいいんだぜ。沈黙すんじゃねえよ、試しに行ってみただけだろ。試しによ。まあ冗談が過ぎたってことだな。ったく、いよいよのね、連中だな。冗談も通じねえと来てやがる。で、キリトはどうするつもりなんだ。だから私が一番適任。私です。皆さん少しは遠慮してください。
白雪姫は私だよ。そんなことないよ。私に決まってるよね、キリト。で、本当に誰にするつもりなの？ま、それが一番後腐れがないかもな。で、最終的にはキリトが白雪姫で、他の連中が小人をやるってことになったって？まあ、キリトが決めたっていうのか、他の連中が決めたっていうのかは微妙なところだがな。小人が7人から8人に増えたのは新解釈っていうことで落ち着いたらしいぜ。王子様、ピナだとよ。ああ、まあいいけどよ。そんで連中納得してるのか？さあな、本人たちに聞いてくれ。